インディカ米は稲の品種群の一つ。世界の米生産量の80%以上を占める。日本で俗に、タイ米、南京米と呼称される。稲は、インディカ、ジャポニカの二つの足を含む。前者は、潮流、後者は単流を特徴とするとされており、インディカ米には、米粒が細長くアミロース顔料が高くて、粘り気が少ないものが多い。しかし、 アミロペクチン含有量の高いもち米様のインディカ種も存在する。また、近年遺伝子の解析に基づき、超高流域で栽培化された、単系統の品種群をジャポニカと定義し、超高流域に発する稲作文化の影響下に、西方で新たに野生種から栽培化された、複数の品種群をインディカと定義する見解が生じている。この定義に基づくインディカ米には、 潮流品種と短流品種が混在しており、従来の見解とは必ずしも一致しない。インディカは、インドからベンガル地方のバングラデシュなどの南アジア、タイをはじめとするインドシナ半島、中国中南部、インドネシアを中心にカスピ海沿岸、アメリカ合衆国、ラテンアメリカなど、気温の高い地域で作られる。日本や朝鮮半島、中国東北部の東アジア北部は、 インディカ種の栽培がない。粘りが少なく、独特の匂いがある。ピラフやチャーハンのように、副食材と混ぜ合わせて調理したり、カレーライスやガンボのような、スパイスを効かせた濃厚な汁料理と共に供されたり、タイの顔パッドのように、濃い味付けのひき肉と共に供される。いずれも、現地で食事する際に、 皿で混ぜて食べる場合がほとんどであり、日本のように単品の白飯で食べる例は少ない。ピラフ、ジャンバラヤなどでは、具を炒めて、インディカ米を加え、スープストックを加えて、炊き込みご飯にする。また炊飯する場合は、パスタのように鍋で、大量の水で米を茹で、柔らかくなった頃を見計らい、煮汁を捨てて湯切りして蒸らす、湯取り法が、生産地における一般的で、 勘弁かつ短時間で済む調理方法である。しかし、煮汁に含まれる栄養分の損失が大きく、また水資源の浪費や河川の不栄養化への影響も無視できない。それゆえ一部の地域では、アジア各地における電化製品の普及もあって、ジャポニカ米のように炊飯器で炊くことも推奨され始めている。日本に輸入されるインディカ米の用途は、 大量理飲食店用の食材と加工原料用が主体で主食用としての需要はなく一般米国店やスーパーの店頭では稀に見る程度である。中国、東南アジア産のインディカ米は明治時代から日本に輸入され南京米の名称で流通した。しかし日本人には生産地のように米を調理する食習慣がなくまた調理の方法も知らず 適切な調理が行われなかった。消費者が日本の米と同じように炊飯して食べたことからパサパサした食感と独特の匂いが不評であった。そのため最下層の貧民の食物として流通し、戦中戦後の食糧難の時代に不足するジャポニカ米の代用として消費されるのみであった。また刑務所の食事は本来は苦飯であるが、 予算やその時代の食料事情によっては、南京米の臭い飯が受刑者に出された。戦後、食料生産が回復して、米不足が解消してからは、需要もなくなり、また、日本国政府は昭和40年代初頭に、米の自給率100%が実現できるようになった頃から、農業保護のために米を金融にした。1993年は、記録的な冷夏で、 日本産の米は需要1000万トンに対し収穫量が800万トンを下回る大不作となり平成の米騒動に見舞われた。日本国政府は米の緊急輸入を行う必要に迫られ1993年12月ガットのウルグアイラウンド農業合意を受け入れ米以外の農産物は関税を課して輸入を認めることを決定した。米については 生産者への配慮から特例として輸入制限を維持したが代償として国内消費量の4%まで無条件に受け入れる義務を負った。同年、タイや中国から大量のインディカ米が緊急輸入されたが、前述の通り日本人の思考や伝統的な調理法に合わないことから消費は伸びず、事態収束後にも約100万トンものインディカ米の在庫が残り廃棄されたり、 家畜の飼料に加工されて処理された。ウルグアイランド法医に基づいて、日本はミニマムアクセスとして米を輸入する義務を負っている。日本国政府は強制的に輸入したインディカ米の消化に苦慮しており、加工用として売れ残ったインディカ米は外国への食料援助用に転用したり、一部は飼料用として備蓄される。 1995年から2004年まで集計した輸入インディカ米の用途は加工原料用が212万トンで最も多く、次いで外国への食料援助向けの182万トンである。主食用に輸入されている59万トンは業務用に用いられる中国北部やアメリカ産のジャポニカ米である。ありがとうございます。